はい、よろしくお願いします。え今回は中学の英語、使益動詞と原型不定詞についてお送りしますで。今回問題少なめにしてあって、ポイント含めて5問ありますので、まず1回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が説明しながら答え埋めていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかなでは、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。 ということで始めましたが、えー、今回はね、先に言っておきます。先に言っておくと、多分、一回見ただけだと、ややパニックになると思う。で、なんでかっていうと、まあ、今回タイトルに、使役動詞と原型不定詞っていう二つの主人公みたいなのがいるわけ。で、ダブルツートップな上に、この問題集習やっていく中でもう一個知識が入ってきます。で、そこを整理してほしい。 自分を頑張って伝えていくんでみんなも、まあ、1回でねマスターできたらいいんだけれどももし見終わった後にちょっとまだごちゃごちゃしてるなと思ったら自分で解いたりしつつ頭の中を整理していってくださいそれが動画のいいところだからね是非使ってみてもらえたらと思いますでよでまずこの使役同士からいきますでこれねこれもちょっと厄介で使役同士っていう言葉が今教科書に載ってる方と載ってない方がいます で、教科書に載ってないのに、学校からもらったワークには載ってる、みたいなことも起こってます。だけど、一応、初めましての方も覚えておいてください。私益動詞ってのが言います。で、先に言っておくと、何種類かあるんだけど、このメイク、ハブ、レッド。この3つを押さえておけば、まず大丈夫です。中学に関しては。いいで、意味がね、 主にって書いたの。で、これ主にって書いたのは全部この意味じゃないんだ。ごめん。でもひとまず押さえてほしい。何かっていうと、ほにゃららさせるです。いい。刺激同士っていうのはほにゃららさせるって意味で、こいつらが有名だよっていうのをまず押さえてください。これが一段階目。で、次は作り方です。ただね、作り方に関しては非常にシンプルで、先に言っとこう。これね。 全部同じです、えー、作り方ってて書いおこうかあと今回ここね問題ないのはあの説明いっぱい入れたいんでちょっと空欄にしてあります作り方これはあの全部同じだからメイクだけ出しておきますメイク人いやこれ「do」よりあれだな動詞の原型でいこう動詞の、えー、と原型これ動源って書いておくよ動詞の原型ね これが作り方です。メイク、人、動詞の原型。これは、ハブでもレッドでも同じです。いいで、えっと、ごちゃごちゃしてるんだけど、先に言っていきます。意味の違いね。メイクは、これが一番これに近い。させる。ほにゃららさせるです。で、ハブ。これも、ほにゃららさせるなんだけど、上に比べると、弱いです。ちょっと優しいの。 で、このメイクは結構強制的です。ほにゃららさせるからねって強い感じ、イメージは。で、ハブはちょっと優しい、弱い感じで覚えてください。で、レッドは、こいつね、ちょっと違くて、してあげるっていうイメージ。よくね、許可ってい言い方をします。えー、っと、許可。いいから、まずこの意味もあの違いね、押さえておいてください。ただ、作り方は全部一緒です。 メイク、人、動詞の原型でいきます。いいかなで、問題に戻ってくると、私は彼に宿題をさせたんです。いい強いよね。させたっていう。だから、メイクを使っていきたいんです。させるって意味があるから。で、まず主,、えっと、主語の愛はね、私はが入ってるから一応カットしておきます。で、ヒズホームワーク。まあ、彼の宿題ね。あ、待って、これあれよ。私は彼に宿題をさせたって、私の宿題じゃないよ。 私の宿題やっておきなーって、そんなやつじゃないからね。彼の宿題を、お前ちゃんと宿題やっとけよっていう話。大丈夫で、まあ彼の宿題の話をしてるから、これカットしておきましょう。で、話を戻すと、ほにゃららさせたと作りたい。で、まあさせるはメイクだったよね。で、させたになっているので、ここが過去形なことがわかります。だから、メイクを過去形にして、最初、動詞はメイド。 こから始まりまりす I made で、誰にさせたのって彼にさしたんだよね。だから、彼にと言いたいので、ここが、になります、him、彼だからね。I made him. で、何させたのって宿題させたんだよね。で、宿題をするっていう動詞は、Do その人のホームワークだよね。Do do その人のホームワーク。これ決まり文句、o ゥ、ワン o ホームワークとかいうやつです。 だから、ここには、do が来たいと、ね。で、動詞の原型で書けって言ってるから、そのまんま、do が形を変わらずに入って、I made him do his homework ってなれば、文が完成しますよっていう。いいかいこれが作り方です。この使役動詞のやつね。で、そのままもう一問いきます。これちょっとね、一番これ上に比べるとややこしいんだけど、私に彼女のコンピューターを使わせてくださいと。 許可をお願い、とお願いしてんだよね。使わせてって。だから許可の話をしています。ただし、これね、何が厄介かっていうと、これ命令文にします。命令文。何かっていうと、使わせてくださいと。お願いしてる文なので、で、レッドだよね。なので、スタートがレッドから始まる。こっから。レッド。で、まあ、彼女のコンピューターはあるのでカットしとこうか。使わせてくださいと言いたい。誰にって、私にだから。 だからレ e ドの後ろがまず人が来るから私なんで「み」が入りますで「何してほしいのあ何してくださいなの?」って使わせてください使うってユーズだよねで同じように、えー、とレ e ド使って人が来て動詞の原型つまりユーズの動詞の原型が入ります RED me use her computer っていうことで私に彼女のコンピューターを使わせてくださいというかなこの意味になります といいうう感じでで問やりまししたかかがでしょうかなかなかねごちゃごちゃするところだと思うんですが今回まずねちょっとごめんしつこくて申し訳ないんだけどここまでで押さえてほしいのは作り方ですこの刺激の作り方は共通だからこいつで作りますとであとは意味の違いまあメイクと幅そこまであの中学のうちはねあの強調しなくてもいいんだけどこいつはちょっと覚えといてレッドは許可だからしてあげる方なんでねこれをまず押さえておきましょうとで4番です これはね、入れるか非常に迷ったんですが、入れました。で、何かっていうと、えー、この手紙は、私を幸せな気持ちにしたです。先に言っておきます。この問題、ここの動画の関係ないです。全く関係ない。そう。でも入れました。なんでかっていうと、こいつと混ざりやすいんで、分けて欲しかった。いいで、これ実はもう復習して、あの、復習のね、まあ、問題なんだけど、this letter だから、まあ、この手紙カッてしておきましょう。 この手紙が誰かをほにゃららにするんです。こういう気持ちにするっていうとき何使うって。これメイクだよね。ちょっと覚えてなかったの動画に概要欄貼っとくね。この授業。メイク、人まで同じなんよ。で、その後ろに形容詞が来るやつ。メイク、人、形容詞。で、ちょっとけに答え書いていきましょう。まずね、this letter この手紙がメイクしてくれたの。だからメイクが入ります。 ただし、これも、幸せな気持ちに、したと言ってるので、過去だよね。だから、メイドです。メイド。で、誰を幸せな気持ちにしたのって、私だから同じように、m ーなわけ。同じなんだよね、ここも。ここまで。ただし、今までやってた、使役動詞にか、使役に関しては、動詞が入る、ここに。動詞の原型が。でも、ここは、幸せな気持ちにしたの、ね。で、幸せな気持ちって、ハッピーでしょハッピー。 まあよくね、歌の歌詞とかさ、タイトルにありそうだよね。メイド、えれとメイクミハッピーみたいな。まあメイクユハッピーの方が多いか、どっちかというと。これで、私をハッピーにしたっていう。これまあ復習ね、何度も言うけど。こういう使い方があります。似てるんだよね。メイクで、人でと。で、何度も言うけど、こっちは動詞の原型です。動詞が入ることによって、その動詞のものをさせるって意味になります。意味としては。 でこっちはハッピーってハッピーな状態を表す形容詞なんだよねだからその形容詞を入れることによってその形容詞の状態今だったら幸せね幸せな状態にするまあ今過去形だから下になってるけどこの使い方が混ざりますいいごちゃごちゃさせて申し訳ないんですけどせっかくなんでここの区別も押さえてくださいいいかなで最後5番 で、これはですね、私役関係なくてこっちです。で、ちなみにそう、原型不定詞はここまで全く話してないんだけど、最後にガツってまとめるから。ちょっと待って、原型に関しては。で、最後は、え、my sister, ほにゃらら、ほにゃらら、ほにゃらら、my room。って意味が、え、うちの姉ちゃんがね、部屋の掃除手伝ってくれると。めちゃくちゃ優しい姉ちゃんよ。で、一応、my sister 入ってるから私の姉、切っておいて、えっと、my room、部屋だね。切っておきます。 で、姉ちゃん何してくれるのかなって、手伝ってくれるんです。手伝ってくれる。だから、手伝うってヘルプね。ヘルプ。で、今、手伝ってくれたじゃなくて、くれるなんで、これ現在形ですよね。現在形。で、主語、my sister なんで、これ三単元の s くっつくよね。だからまず、helps になる。my sister helps。で、この後に、ヘルプって、ヘルプ、人動詞の原型で使い方ができます。似てんだよね。 ヘルプ、人動詞の原型っていう。ただ、ヘルプは刺役じゃないので、させるって意味はないです。ただ、使い方が似てるだけ。でも、同じようにやっていくと、姉ちゃんは自分、私を手伝ってくれるんよ。私の部屋だから。だから、ヘルプ、私を手伝ってくれるからね。で、部屋を掃除するって、掃除クリーンだから、動詞の原型の、クリーンが入って、my sister helps me clean my room. ってなって、答えとしては完成になります。いいかないろいろごちゃごちゃしておりますが、ちょっと一回まとめます。まとめた後に原型不定詞説明させて。で、まとめると、今回は使役同士っていう、まあ、ほにゃららさせるって主に意味を持ってるこいつらが出てきましたと。で、こいつらの使い方はもうこれです。メイク、人、同士の原型。で、まあ、こんな感じで文が作れますと。ただ、メイクに関してはさせるっていう、めちゃくちゃ強制力強いね。 させたぜっていう。その強制力強いものの意味があるんだけど、ここが形容詞になると、ハッピーみたいな。なると、こうやって、その人をそういう感情にするって、感情にする方ね。っていう意味でも使いますよ。似てるから気をつけてね。ってのがまず1個。そして、今、ヘルプね。この使役動詞ではないんだけど、ヘルプみたいにここにヘルプが入って、ヘルプ、人、動詞の原型っていう使い方をして、 ほにゃららに、あ、ほにゃららのほにゃららすることを手伝うみたいな文が作れますっていうのがここまでの話です。で、最後、私益です。え益、えっと詩、私、え、益、っと、ごめんなさい、私益じゃない、原型の方だ。原型不定詞ね。で、こいつは何かっていうと、今までずっと動詞の原型、動詞の原型、これないね。動詞の原型ってやってきたよね。こいつらが原型不定詞って言います。今までみんなは不定詞を勉強してます。 覚えてる作り方。これも厄介よね。不定詞もね。え作り方はシンプルで、2プラス動詞の原型ですわ。ただ意味がさ、あのー、名詞的用法とか3つぐらいあるからちょっと厄介なんだけど、不定詞ってのがあったの。2プラス動詞の原型ね。で、本当はね、この不定詞の中にはさ、ほにゃららすることって意味があるの。1個。もっとあるよ、意味は。あるけど、ほにゃららすることって意味がある。で、本当は、こことかって、 これが本当の、本当の形でいけた方がいいんだけど、意味を考えるとこっちが自然なの。I made him to do his homework って言った方が。なぜかっていうと、えっ、ー、と、私は彼に、彼の宿題をすることをとで、することをさせたって言いたい。の方が自然なんだわ。本当は。 だけども、このメイク、まあ、刺激とかあのヘルプもそうなんだけど、こいつらは、不定詞の意味を持ってるんだけど、トゥーを入れずに、ただの原型ね、動詞の原型だから。原型不定詞っていうのは、不定詞の原型の形、トゥーを取った。原型不定詞を使うことによって、意味が成り立ちますよって。本当は意味としては、不定詞のトゥープラス動詞の原型で使いたいんだけど、トゥーを除いて使ってるこいつらのことを原型不定詞って言います。 はい、ごちゃごちゃする。いいかななので、今回は、まあ、私役動詞と、原形不定詞で2本柱でやってきたんだけれども、意味としてはこういうこと。原形不定詞は、意味としては本当は不定詞だけど、to を取った。で、こいつもそうです。本当は、my sister helps me to clean my room。私の部屋を掃除することを手伝ったって言ったら自然なの、意味としては。でも、help は、原形不定詞は使える。だ使わなきゃいけない、to を取って。 だから to がなくなってこいつは不定詞なんだけど to がついてないよ原型不定詞だよっていう話でございますいいかなだいぶね長くなってしまいましたがここまでしっかりね復習してくれたら嬉しいですで最後あの口でちょっと余談だけ言わせてこれはねわかんないあの先生によってもしかしたらやるかもしれないから伝えておきますすごい細かいことなんだけどこれさ詩激あるじゃん詩激の文を受動体受け身ね受け身で書き直した時 だから、ヒーが主語になる方。彼は私に宿題をさせられたってやつ。いいかい益を受動体で書き直したときは、原型不定詞がトゥーをつけなきゃいけないんです。ちょっと答え書けなくて申し訳ないんだけど。いいかい益で書くときはトゥーがなくなってる。でも、それを受動体でもし書き直す。中学はないと思うけど、受動体で書き直せって言われたら、書き直したときには d ゥーのところがトゥー o ゥーに変わるので、予備知識で。 覚えておいてください。ということでちょっとね長くなりましたが今回は、えー、英語のね「使益動詞と原型不定詞やらせていただきました最初にも話しましたけど是非復習してくれここはね何回か見て整理できればかなりすっきりするのでそのねあの力添えができたらうれしく思います。ということでまたね次回の動画でお会いしましょう今回の授業はこれで終わります。